お時間です。LGBTQ の Q クイアーのまこねです。今日もアウトプットしていきます。皆さんお付き合いよろしくお願いします。今日ね、ちょっとね、長めかな20分くらいになっちゃうかもしれない。長くなったらごめんなさい。 シーズン1っていうことでやってますが、別にシーズン2が決まってるわけでもなく <laughs>、そう。とりあえず今やってるシーズンを、あの、最後までっていこうと思うんですけども、これね、120回ぐらいまで続く予定なんです。なので皆さん最後までお付き合いくださいね。で、何をアウトプットするかっていうのはこちらです。日本ダイエット健康協会の公認インストラクターを目指すっていう、 まあ、結構大それたことで、あの、今、これからアウトプットするのは、実は、えっと、日本ダイエット健康協会の資格試験の2級、受かると生活アドバイザーという資格をいただけます。で、私はもうすでに生活アドバイザーなんです。なんですが、あの、実はこの1級が、プロフェッショナルアドバイザーっていう資格なんですけど、3年前に受けたときに、もうほんとね、あの、 試験会場行って、試験会場行って、あの、その問題が配られて、問題が問題を見た瞬間、あ、これは無理だって思うぐらい、もうね、絶望感を感じるぐらい難しい問題だったんですよ。というか難しいというか、テキストに書いてある例題とかは、あの、丸バスだとか選択が多かったの。でも、実際の試験会場の、あの問題は、書き問題がすごい多かったの。 でも、書き問題は、ちょっと私の中であんまり想定しなくて、あ、これは無理だと。で、場の空気も、にも飲まれちゃったかな。私が三2級を受けたときは、新潟市、新潟県の新潟市の会場で受けて、まあ、全部で10人いたかな、ぐらいな感じだったんだけど、あの、1級を受けたときは、私は大阪で受けたのね。そう、大阪に住んでてる頃で、頃で。そうしたら、まあ、軽く100人はいたんじゃないかな。 もうね、場の空気に圧倒されて、で、まあ、前上がって、もう無理だって思っちゃったのが、まあ、結局追った原因かもしれない。まあ、そんなわけで、今回こそ一球を取ってやろうという意気込みで、このアウトプットを始めてます。まあ、なんでアウトプットかっていうと、やっぱりね、一回覚えたことを、あの、自分なりね、あの、解釈して、しっかり皆さんに伝えるということで、しっかりその内容を、 確認し、定着させていくっていうのがアウトプットにはそういう効果があるので、えっと、私はね、一回学んだことは、なるべくね、あの、好き勝手にアウトプットして、覚えることを普段からしています。そうなんだけど、あのー、まあね、3年ばかし、引きこもり生活、ほぼ引きこもり、いや、ほぼ、もう死んだんじゃないかと言われた生活をしたので、 まあ私のアウトプットに付き合ってくれる人はおそらく私の周りにはいないといか探すのもなんだかなっていう感じの状況なので思い切って YouTube でアウトプットをしています。そんなわけで今日もやっていきましょう。前回はでと言いますとね、前回といか昨日,昨日はね,昨日はね、うんと、ダイエット の本当の意味について学びました。まあ、どういう内容だったかというと <laughs>、これで思い出せなかったら格好悪いよね。そう。ダイエットってもともと体重を落とすという意味ではなくて、あの、食事を正しく、食事を正しく学ぶとか、食事を正しいものに改善するとか、そういった、どっちかと,いうと食育に近いような 内容がダイエットっていう、ダイエットっていうものなんです。で、まあ、ダイエットイコール体重を落とすっていうのが、あの、定着しているのは日本だけで、海外では食育とかね、うんと、食事の改善とか、そういうふうに捉えられるのが一般的なんですね。まあ、そんなわけで今日はね、あの、問題として、ファッションがダイエットの新分野を作った、マルクアパスカ。 まあその前に、このテキスト、あの、各章ごとに、急、あの問題がついてて、その問題に合わせて、えっと、このアウトプットやっておきます。なので、毎回、問題が出ます。うん。で、最後には、明日の問題も出るので、まあ、皆さんで考えながら、えっと、明日を迎えようじゃないかっていうような感じになってます。で、まあ、今日の問題は、ファッションがダイエットのシンビリアを作った。マルカバスカ とといいいいうことなので、まあ、早速やっていきたいと思いますその前に皆さんどう思いますか <laughs> 私ね最終テキスト読んだ時になるほどなと思ったからまあこれはまあそうだろうなという意見なんだけどまあ何も知らんかったらどういうことって思う人もいるかもしれないただまあ今時はまあ常識っちゃ常識かもしれないね まあそんなわけで、早速やっていきましょう。テキストのね、テーマとしては今回、今回は、ダイエットの目的っていうことになります。はい。ダイエットの目的っていうと、まあ、人それぞれですよね。うん。あのー、まあ,あ、そうね。 まあ、あんまり、あの、いきなりここで私のダイエットの目的をドドンって語るのも、ちょっとどうかなと思うんだけど、うんと、まあ別に隠してるわけでもなくて、公表してる、公表もしてるし、YouTube にも載ってるし、まあ、私の周りの人みんな知ってるから、別に隠すことでもないんですが、私は LGBTQ の Q、クイアはクイアなんだけど、どっちかというと、あの、性認識は女性です。 はい。まあ、性認識っていうのは自分が、自分の性はどこにあるかっていうことね。<laughs> そう。でも、100%、あの、ね、極端に男性と女性っていう性があったら100、100%女性っていうわけでもなくて、まあ、男性、かなり男性よりの女性みたいな感じかな。まあ、ちょっとね、あの、私はね、そう思ってるんだけど、私の周りの人の、 人は結構分かれる。<laughs> そう。まっ、あ、こちゃん女の子だよねっていう人もいれば、お前は男だよっていう人もいるし、あのー、私はそれはどっちでもよくて、あの、付き合う人が、あの、私をどっちの方に認識するかはお任せしますっていうのは本当のところ。そう。で、えっと、とはいえね、私はやっぱ小さい頃から、あのー、いずれ体に、あのー、 体に決着つけたいと思ってて、うんとまあ、小さい頃というか若い頃とかは、あの性転換したいと思ってた。うん、で、うんと、私はねあの、いつも体重を落として、ダイエットの目的はさ、私のダイエットの目的は体重を落として、標準体重、標準体脂肪率までいったら、たまたまを取っちゃおうっていうのが、まあ、私のいつもの 常に考えてるダイエットの目的なわけよ。そう。だから、私のとっての、あの、ダイエットは、あの、目的のための、あの、予行練習っていうか、予備、予備目的みたいな。<laughs> なんかいい言葉ないかな。<laughs> まあ、そんな感じで、私のダイエットの目的は、自分の体と決着つけるための、あの、最初の一歩に立つためのものなの。 うん。まあね、年を重ねてさ、今となれば、も、ま、う、あ、私は自分のせいで本当に悩んだのは20代ぐらいでさ、<laughs> あのもう、悔いあってすごく都合がいい言葉でさ、あの、うんと、そんな重たくもなく、どっちつかずみたいな意味合いもあるのよ。そう、そういう意味では、あの、今更どっちでもいいんじゃないと思う時もあるよ。思うところもあるんだけど、やっぱりね、うんと、 あの、たまたま取っちゃうというか、まあ、あの、っていうのは、私にとっての人生の大きな目的の一つで、ね、そのたまたま取った影響がどういうふうにつながっていくかは、ま、いろいろね、人の意見を聞いたりとか、いろんな資料を見ると、まあ、あの、本当にそれが正しい選択かって言ったら、ちょっと何とも言えないんだけどね。でも、私のダイエットの目的は、 あの、標準体重まで落とし、標準体脂肪率まで落として、そっからたまたま取っちゃうっていうのが、私の目的で。今現在もずっとね、ホルモン注射も何も打ってないの。うん。そう。ホルモン注射打つ。まあ、お金もかかるしね。かなり <laughs>。そんなわけで、あの、私の目的はそうなんだけど、目的はね、人それぞれなんで、あの、 どう、どうでもいいっていうか、あの、ダイエットする目的は、まあ、それぞれっていうことですね。でも、私はね、あの、ダイエットを成功させる最大の要因は目的だと思う。うん。目的は明確じゃないと、ダイエットは成功しないと思う。<laughs> 成功してない私が言うのもなんだけど、あの、うんと、そうなったら、私の場合ね、あの、落とせたらいいなって思い続けてた。 でも、思ってるだけじゃダメで、あの、もうそうするんだって決めて今かかってる。今回はね。だから、あの、最も確実かもしれない16時間断食を選んだし、で、あの、いついつまでにって期限を決めたのは、 あの、16時間断食をしっかり自分の生活のリズムのレベルまで落としていって、一生16時間断食の生活リズムで生きていこうと思った時に、まあ、3年は咲いているだろうなって、そこまで自分の心も体も全部整えていくには3年はかかるだろうなってことで、私のダイエットの期限は3年で決めているの。 うん、まあ。そんなわけで、ダイエットの目的、私の話はいつまでたっても終わらない。<laughs> 終わらないっていか、そもそもさ、あの、ダイエット多くの中で喋れみたいな話だから、今回は今回はまあこれで終わるけども、そう、そういう目的なのね。で、このテキストにおける目的について、次に話していきます。まあ、このテキストにはね、食に困らない。これがダイエットの大前提ですって書いてあるの。うん、書いてあるの。 で、これに関しては、私ね、ちょっとね、あの、このテキストはちょっと古いんじゃないか、もしくは、あの、そういう食に困らない、これがダイエットの大前提だってことうん、そうだよねっていうふうに思える人をターゲットにしてるっていうふうに、ちょっと感じちゃった。で、どうしてそういうふうに思うかっていうのは、私ね、現代のダイエットは、 貧困の大貧困の結果として太ってしまったっていう人がかなりいると思うの。それがどういうことかっていうのは、まあ、今回はお話しないけども、M キャストの MC キャストの方でちょっとね、あの、で、この収録の翌日にその収録をしようと思っているので、まあ、興味ある方はね、えっ、ー、と、この明日の M キャスト、配信は確か16時、 1六時,時だな、十7時か16時だったと思う。そう。どちらかに配信するので、そちらの方で、あの、貧困による肥満問題を語ってる私のメッセージをお聞きください。ぜひ。現在の肥満は貧困問題です。 というわけで、まあテキストとずれちゃったんですけども、じゃあ、ダイエットの概念は何ぞやかっていう話なのね。そう。まあダイエットの概念ね。書いてある通り、望んでないのに太っちゃった体重。そう。これに対してどうしようかっていうのがまあ概念なわけだけど、もちろん、望んでないい望んでないのに増えちゃった体重。 まあ、それを落とすために対策をするのが一つ。で、太らないように予防するのが一つ。まあ、それがダイエットの概念だよねっていうのがテキストに書いてあることなのよ。うん。まあ、もちろんそうだよね。そう。<laughs> そんなの、そんなのはそうよ。うんで。じゃあね、じゃあね、えっと、ダイエットの目的、もう一回ダイエットの目的に戻るんだけど、じゃあダイエットの目的って、まあ、一般的にはどうなのよっていう話をしていこうと思う。 そう、ダイエットの目的にはね、実は年齢によって大きく違うっていうふうに言われてます。そう、年齢によって大きく違う。うん、まあ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 、まあ。私の目的はずっと一貫して同じだったから、そうかそうなのって思ったんだけど、 みんな、どう思う <laughs> このボットチェックキャストを、あの、聞いてる人が、まあ、いくつぐらいがターゲットタ、ターゲットらしいターゲットをしっかり明確にしてないから、今のところ。あの、いくつぐらいの方が見てるかわかんないけど、だたいね、19時に配信してるってことは、まあ、30代、40代以上の女性をターゲットにしてるのよ。時間的にね。と時間的にね。 あの、もっと若い層をしっかりターゲットするんだったらもっと早い時間に発信、16時とかでもいいと思うんだけどね。まあ、そんなわけで、あの、じゃあ私と同い年ぐらいの人だったらどうだっていうふうに思うと、やっぱ若いことやっぱ違うかもしれないなっていうのは思う。じゃあ具体的にどういうことが、どういう若い時はどうなのか、で、まあ年齢を重ねたらどうなるのかっていう話に移っていこうと思います。で、まあ若い頃なんだけど、 みんなどうだった <laughs> まあもちろん私の目的はさっきお話した通りまあしつこいごめんね <laughs> お話した通りなんだけどまあ私はねうんとモテたかったうんというかあのえっとあの私を女の子として見てほしかった そう。太ってで、ね、まあ、私ちっちゃい頃から太ってたからさ、もうジャンボビリビリ生まれて順調に大きくなったって感じだから、あの、うんと、まあ、一番痩せてた中学校で部活をやってた頃でも、80キロ近くあったのよな。75か80ぐらいあったのよな。そうするともう小太りとかね、筋肉もりもりだったけど、小太りって感じじゃないそう、174センチで。 そう。まあそこから卒業して、ブクブク太って、みたいな感じで。まあね、あの、思い返すと、私が痩せてたことなんて、今まで一回もない。うん。そう。あの、記憶の中に一つもない。で、あの、昔の写真とか見ると、一つも痩せてる写真ない。<laughs> だから私にとっての痩せる目的は、まあ、あの、あの大目的は、まあさっきお話した通りなんだけど、まあね、やっぱり、あの、 私を女の子として、あの、好きになってくれる人探しのためのダイエットだ痩せたいっていう気持ちだったよね。そう。うん。だから私なんかさ、痩せたら可愛い服着れるとか、痩せたら、あの、告白しようとか、まあそういうのがいつもちがついてた。そう。そう思うとさ、若い頃って、やっぱり、あの、 異性とか恋愛対象に対してね <laughs>。私が異性って言うとちょっと問題ありそうだな。恋愛対象に対して、まあ自分をアピールするために、あの、痩せたいっていうのがまず一つあると思うの。同時にさ、やっぱりあの、綺麗になりたい、美しくなりたいっていうふうに思う方が、あの、強かったと思うのね。若い頃って。そう。まあテキストももちろんそういうふうに書いてあるの。 じゃあさ、年齢を重ねたらどうなのかっていうお話なんだけど、私もね、今回、あの、16時間断食でガチで始めたときに、あのー、その目的、さっきお話した目的を達成した、なんで達成したいかっていうか、達成した後のこともいろいろ考えたの。私はさ、うんと、 うん、この3年間ぐらいさ、本当に、あの、SNS 立ちをしてて、まあ、ほぼ死んだんじゃないのって言われてるような、ような生活をしてたんだけども、やっぱりやりたいことはいっぱいあるわけよ。そう、それ全部、まあ、まあまあ、まあ、今もふやってるんだけど、あの、思いついた時に必ずノートに書くようにしてて、そうするとね、とにかく、たくさんある。うん。それをね、あの、実現していくには、やっぱり、あの、 太ってる私の不節制すぎる、あまりにも非常識にしぎあまりにもあの健康とは程遠い生活をしてたんじゃあかんよって思ったわけ。うん。そう。それには、まず生活リズムもそうだし、食もそうだし、体のこともそうだし、健康もそうだし、そもそも体重も寝る時間ももう本当全てをあの見直さなきゃいけないと思ったわけ。そう。 と思うとさ、あの、私年を重ねて今わかる、あの、ダイエットの目的ってのは、やっぱりさ、あの、健康だと思うよね。うん。健康が、あの、ダイエットの目的、まあ。テキストもやっぱそう書いてあるのよ。そう。だからね、あの、この二つをまとめるとさ、 あの、若い頃やっぱね、あの、うんと、痩せる目的はさ、やっぱモテたいとか、目立ちたいとか、あの、綺麗だと、綺麗に見られたいとか、まあそういう美的なものを言う、大体。そう。でも、年を重ねてくると、やっぱりね、健康意識の方が強くなってくるのが、まあ自然なんじゃないかなと思うな。うん。つまりね、ダイエットはさ、あの、年齢に関係なく、あの、ダイエット自体は、 まあ若くても年取ってももっと年取ってももっともっともっと年取ってもずっと続いていくるさみんなの永遠のテーマなのかもしれない。うん。そう。もしかしたらさ、まあ私はね、<laughs> 小学校の低学年の頃からダイエットクラブみたいなのがあってそこに入れられたぐらいだから、まああの、もしかしたら、ね、今時だったらちっちゃい頃からダイエットっていうのを意識してる。 あの、子供も、子供ってお子さんも、家族もいっぱいいるかもしれない。まあ、それがいいか悪いかは、まあ、今、私はね、私はね、ちょっと、あの、よくわからない。正直ね、まだ勉強不足で。でも、まあ、うんと、一つ分かっていうのはこ、この先出てくるけども、あの、人間の体の中にある脂肪細胞ってあるわけよ。脂肪細胞っていうのは、まあ、脂肪を蓄えるところなんだけど、人間の中にある 脂肪細胞って実はあのうんと子供の頃しか増えないのうんそうでもまあ最新の研究だと大人になっても増えるらしいんだけどあの基本的には子供の頃しか増えないのでも増えた脂肪細胞は減ることないのだからまあそんなにね体にね成長に至るまでにさあのいろんな健康を いろんなさことを乗り越えていくわけだそう食べるものも飲むものも。そうそこを正しく管理してくれた上でその脂肪細胞を増やさないための,あの何かを小さい頃にできるんだったらまあそれはそれで幸せかななんて私は思ってるな。さあいよいよ今日の問題の答えに近づいてきた。うん。まあ、新しいファッションまあここに書いてあるのは「新しいファッションがダイエットの新しい概念を」って書いてあるけども。 ま、あどういうことかというとね、テキストに書いてあるのをそのまま言うと、あの、何年だったかなえー、っと、えー、っと、昭和30年。だから、え、昭和30年って今から何年前 ?34 年,年そう、50、50、ん ?50、60年ぐらい前か <laughs> 適当に言っててごめんね。50年ぐらい前に、ミニスカートブームっていうものがあったんだって。うん。 まあ、私のお母さんの、あの、青春時代というか、まあ、あの、小学校とか中学校の頃だと思うな。大体。うん。うん。となると、やっぱり50年ちょっとぐらい前かな。そう、その頃にミニスカートブームっていうのがあってさ。まあ、今だったらね、あの、もうかなり際どいミニスカートもさ、あるじゃんそう。 うん、私もね、あの、うんと、えっと、40過ぎてからかなり今日はどういうニスカート履いてたら、友達に頭おかしくなったんじゃないかって心配されたことあったっけ。うるさいと寝ろと思ったんだけどさ。うん。あの、私もね、あの、暑く、暑い時期になると、やっぱりね、あの、スカートはどんどん短くなっていく。 うん。私はね、暑い時期に長いスカートは履けない。<laughs> も,うも,うもうね、あの、太ってる頃ね、もう歩く発電所みたいなもんだからね。<laughs> 何だったかな本当かどうかわかんないけど、あの、体重が10キロ太ると毛布を2、3枚着てるのと一緒だって誰か言ってた気がするんだよね。<laughs> だから、夏は暑くて仕方ないから、なるべく熱を逃がそうと思って、どんどん短くなっていく。 うん、毎年毎年。そ <laughs> う。そう。まあ、それが、そう。まあ、それがね、あの、ミニスカート、<laughs> ミニスカートん、なんだっけ、ミニスカートの、ミニスカートが流行したのは、まあ、昭和三十年代ぐらいで、まあ、私がいや、もうそうなんだけどさ、やっぱさ、ミニスカート履いてるとさ、あの、ある程度さ、ちょっとね、細い足に憧れるわけよ。 冬はさ、まあ全然もう、あの、足出すことないから、太足出すことないからさ、と、うんと、まあ高校生の頃とかね、中学生の頃は、あの、太い足、あの、冬でも出してましたけど、まあ新潟県、私が住んでる新潟県なんだけど、新潟県の、あの、女の子のスカートの丈の、高校生のスカートの丈の短さは、まあ、ずっと言われてるけど、日本で一番短いのらしい、本当に。うん。で、 どんなに寒くても、あの、素足率が高いのも有名。<laughs> まあだからこそ、あの、素足で、あの、ミニスカートで歩いてるからこそ、新潟県の女の子の足は太いっていうのも、なんか、都市伝説っぽいけど、本当らしい。 <laughs> ちょっと話はずれたけどね。で、そのミニスカートブームっていうことで、やっぱり足だけ細くしたいっていうものが起こったのよ。それがダイエットの新しい概念だったわけ。部分痩せだよね。今でこそ、部分痩せってさ、まあ、いろんな研究されていろんな方法が編み出されてさ、あの、うん、と私はあんま詳しくないんだけど、 うん。私はほら、もう全身あの、贅肉の塊だから、全然詳しくないんだけど、部分野生も、まあいろんなやり方あるじゃない。聞いた話だと。<laughs> だからさ、まあ部分野生っていうものが誕生したのが、やっぱこのミニスカートから見たよ。うん。でね、ここにさ、女性を吹き立てるエストロゲンの不思議って書いてあるじゃん。これどういうことかというと、そう、ミニスカートを履くことで、あの、 何が起こるかというと、見られてる意識そう、人にね、注目を集めてると、集められてるとか、見られてる意識を、あの、感じることで、実はね、うんと、女性ホルモンのエストロゲンが、バンバカバンバカ、あの、出てくるらしいよ。<laughs> まあね、あの、恋愛しただけで、あの、 顔が綺麗になる人もいっぱいいるからね。<laughs> そうそうそう。うん。だからまあそれもそうかあと、それはそうだろうなと思うんだけどさ。まあエストロゲンはね、あの私が言うまでもなく、あの、女性の方々はみんな私より詳しいだろうけど、まあエストロゲンはさ、内臓脂肪の増加を抑制したり、骨の密を保ったりとか、女性独特の曲線美や魅力を引き出す作用があるってものよ。 <laughs> だからさ、私もさ、まあ、あの、うんと、たまたまとおさらばしてからは、しっかり女性ホルモンを打って、まあ、そういう体験になる、そういうような体的になりたいなっていうのが、まあ、私の中の超心の本音なんだけども。<laughs> まあ、そんなわけで今日の問題は、あの、新しい、ファッションが新しいダイエットの概念を作ったのかっていうような問題だったよね。これは、答えは、まるでした。まあ、あここら辺はね、外れるとしないよね。<laughs> <laughs> いないと思うよ <laughs>。いないであってほしいな <laughs>。まあ、そんなわけでね、今日のあのアウトプットはこれで終わりになりますが、じゃあ、明日のアウトプットは何か明日はなんだっけなえっと、<笑><笑>やばい、うんと、えっと、まあ、このね、あの、ポッドキャストは、実は、あの、音声先に、あの、喋ってて、後から資料を作ってるから、今のところね、だからま、ちょっとアペコベのことも、 このアベコべのこともできちゃう、なっちゃうんだけど。まあ、ちょっと、あの、もうちょっとね、うまいやり方を考えるから、ちょっと待ってね。えーと、明日の、えーと、問題は、これ。平成時代も、現代のモデルような、モデルのような体型が一番美人だった、マルカバスカ。そうね。そうね。<laughs> これね、うんと、 まあ,まあ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 、まあ、あの、んっと、んっと、明日にしよう。<laughs> ちょっとね、言いたいことあったんだけど、明日にするわ。まあそんなわけで、勢いよく30分近く喋っちゃったけども、まあまあ、あの、こんな感じで明日もやっていこうと思うので、えっと、よろしくお願いします。明日もぜひ聞いてください。でですね、まあ、 あの、テキストをね、見る限り、明日はね、多分、長くても15分で終わると思うな。<laughs> 私が余計なお話しなければ。そんなわけで、また、明日、19時に、お会いしましょう。もちろんね、19時からアップしてあるので、まあ、何時でもいいですけどね。<laughs> ぜひ、明日もご覧ください。いや、ポッドキャストだった。明日もご視聴ください。 じゃ、またさ、まこねえでした。またねー。